神には悠久の命がある。しかしその代償としてとわの虚しさと寂しさが伴う。とある神にとってはうつつよを見下ろす高天ヶ原でさえ退屈な場所だった。それは永遠に続く退屈さだった。その神は神の国よりも下界の陰界や妖怪、特に人間と妖怪が紡ぎ出す愛と憎しみのせめぎ合いに興味を惹かれた。求めても得られず、得ても手放してしまう。そして憎しみが交錯する。うつつよのすべてが果てしない輪廻に翻弄される。彼はその光景に惚れたのだった。